山ちゃん下の人に響くって。おかえり。ただいま。突然ですが、抜き打ちテストの結果発表をしたいと思います。無理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 です。これのテストでしたよね。はい。そろそろ帰ってきてるんじゃないですか、テスト。いや、一個も帰ってきてないです。いや、帰ってきたって言ってましたよね、さっき。うん、一個も帰ってきてないです。ということで、今回はテストの結果を見せてください。無理、本当に無理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 です。レッツゴー。はい、じゃあちょっと、マジで本当にテストの、はい、自分のなんていうんだ、黒歴史とか暴露するよりテストの点数を動画で公開する方が今嫌なんですけど、はい、いや、まあそうは言ってもみんな気になってるわけですよ。無理無理。もうだってもうテスト間近でとかっつってさ勉強してたり、あとほらテスト終わったーって開放感半端ないっつってさ、なんかお買い物してたりしてたじゃないですか、はい、牛タンも食べて、はい、あれ高いんですよ、はい、あれ、はい、ね、はい、そこまであの視聴者さん見せておいて、はい、で結果どうなったのよっていうのみんな気になってるわけですよ。まあね、当然、ね、はい、暇暇あいつ勉強できたんかと言うて、テストどんな感じなのあいつみたいな感じになってるわけですよ。はい、え、マジ、はい、多分みんなこうスキップしてるから多分話聞かれて聞いてないと思う。だからね、これスキップされちゃう困るんで、はい、持ってきてください。じゃあ、はい、あのいくつか持ってきます。今返されてるの。そうね。うん、4個とか返されてるので持ってきます。はい、やだよ。はい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 。いや、マジちょっと技術家庭科とかやばかったんですけど、それはちょっと今回は実さない。その他ね、今返されてるの。やばかったってことはもう帰ってきてるってこと？技術家庭科は帰ってきてます。今帰ってきてるのが、はい、あ、ちょっと待ってね。はい、1個いいです。いや、ちょっとその間に照明と三脚セットしとくから。はい、というわけで今回はこんな感じでやりたいと思います。俺、終わんない。ちょお楽しみに。間がめっちゃ抜けてるじゃないですか、一番重要なところが。いいんです、今回の動画は始めと終わりで中はなしで、ダメです。はい、で、今持ってきてくれたのは何の教科ですか？いや、今返されてるのだけなんですけど、英語と補体と数学と美術です。理科社会もまだなんですね。こちらです。理科社会も持ってきてください。無理無理無理いや、無理、本当にそれは無理。持ってきてください。ガチで無理、本当にそれは。じゃあまあ、とりあえずまず見せてください。うーん、嘘でしょ、マジです。まずは何からいきますか？見せなくていいじゃん。家庭科からいきますか？愛されてない。あ、家庭科まだ。社会とね、理科を愛されてるんですよ。バレてしまった。嘘つこうと思ったので。嘘やん。いや、他は返されてないんで、音楽とか返されてないのもあるんだけど、最悪。じゃあ低いのから見せてこう。これね、みんなもね、こう勇気になった。マジやばいから、今回9科目でマジで大変で、マジで頭が回らなかったですね。じゃあ見ていきましょう。はい、めちゃくちゃ悪いです。まず、地理、社会なんですけど、歴史の70点満点分と地理の30点で100点になるというテスト方式だったんですけど、今回は地理は30点満点で、じゃーん、30点満点で18点でーす。まあね、18点でした、地理は。いや、これは違います、皆さん。低って思ってる方いると思うんですけど、まあ低いんですけど、平均14点ですからね。マジで本当に今回限りは9点ぐらい取るかと思ってたの、1桁。だからまだ18点でよかったなって感じです。平均14点なのでまだって感じ。なるほど、ね、平均は超えてるので、まあ平均のおかげだなって思ってますね、こうやって精神を保てるのは。はい、次、歴史です。歴史は、マジで頑張ったの、今回、今。社会に超時間かけたんですよ、テスト勉強。本当に9時間ぐらいかけたんじゃないかな。はい、もっとかけた。脳書きはいいんで、早く見せてください。マジで。社会科。社会科、歴史。歴史。はい。70点満点中。じゃん、47点でーす。47点。47点でーす。はい、ね、社会科、回答欄ですから、じゃん。
はい、いや、つまり地理の18点と合わせると65点ってことですね、うん、めっちゃ悪かった。ちなみにあの歴史の方の平均は何点だったの？35。あ、じゃあこれ40。歴史30、あ、36.5 だから、まあ、36点だったから平均では。で47だったでしょ。いいじゃん、平均5で分かったもん。よし、両方合わせても50点ちょっとが社会科としては平均だったんだね。うん、はい、次、次回は頑張ろうと思います。で、まあ理科は置いといて、いや、本当に理科は本当に無理だったの。いや、皆さんこれはね、マジで正直言うと理科は自信あったんです。今これはもう楽勝だみたいな、いけるに決まってますねみたいな感じで思ってたら、でもピン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 ばっかりでびっくりしました。これはちなみに平均は65です。ギリ5です。ああ、まあ、まあ、65点平均のうち、じゃーん、67点。まあでもね、はい、平均語してるんでね。英語、英語、いや、やっぱやめた、英語は最後です。いや、最後だな。数学、数学、はい、一番自信がないのが数学で、まず帰ってくるまで、あ、これもダメ、愛も終了、愛さようなら、ありがとうございました、もういい。意外と点取れました。数学は100点中、はい、じゃーん、84点です。すごいじゃん、84点。その問題を解くまではそんな感じだったの。あ、もう今回終了、ありがとうございましたっていう感じだったんだけど、解いたら意外と、あれ解けるじゃんみたいな感じの問題ばっかりで、テストに出るところをピンポイントで勉強できたのが良かったのかなって思いました。あとはボンミスばっかだったけど、実力のうちに入るのでしょうがないと思うんですけどね。ねえ、はい、国語、え、無理無理、ここはマジ一番無理だから、でも入ってきてるんですか？ここは無理です、はい。さよなら。ちなみに84点で平均が64。お、だいぶじゃあ20点上です。ここまでだいぶじゃあ平均超えばっかりってことだね。はい、はい、で、次保健体育です。保健体育、保体、はい、保体は66です。あー、全然点取れなかった。50点ぐらいかなって思ったんで、まだ良かったんですけど、これ平均40です。じゃ、だいぶ高いね。うん、そうなんだけどさ、そのひまのお友達でさ、88点の子がいたんだよ。そう、上には上がいる。はい、で次、美術はマジで、はい、今回結構いけたなって思ったんですよ。今回はマジで本当にいけたなって思いました。自信あった上に予想より良かった。そう、せーの、じゃん、84点です。まあ、80点超えしたらまだいいかなっていう。で、美術の平均は64点です。はい、64で、実際が84。はい、はい、20点超え、素晴らしい。イエーイ。最後、英語、英語が一番良かった。英語はじゃん、86点です。すごい、そこにしかも平均でも書いてあるね。自分で書いた、はい、平均71、15点超え。はい、すごいね。なんか英語はマジでめっちゃ難しい問題とか出て、本当にこんなのやったことないしみたいな。見て、これでよ、すごいね、めっちゃ長文。まあ、長文っていうか、これ会話だね。 A 君と B 君の会話じゃないですか。はい、こんな感じです。まあ、でも、はい、では最後、国語。うん、やばいよ、国語ないな。あるでしょ、うん、英語は86点でした。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。全部難しかったんですけど、すごく楽しかったです。ちょっと国語、では、え、何ですか、皆さん国語気になりますよね。そうじゃないです。英語、数学、理科、社会ときたら国語まで入れて5教科ですよね。え、マジ無理、本当に国語は、ね、あのね、国語は本当に今本当にダメだった今回。皆さん元気をもらえると思うよ、やっぱこう、あ、ひまちゃんもう頑張ってるから、全然ダメ、自分も頑張ろうって思うから。いや、マジ本当に国語は言わせてほしい、これだけは言わせてほしい。もっと点取れたはずだったんですよ。時間内に20点分最後の20点分を終われなくて、もう最悪でしたよ。でも、ね、でも聞いて、はい、あの1個だけ自慢したいことが、あの最初の漢字の問題全問正解だった。漢字の練習はめっちゃしたんで。まあね、いや、でも本当に今回はここはね、出したくないんであればいいですよ。出しますよ、じゃあ。お、どうすんの。みんなね、これで元気をもらえるんですよ、勇気をもらえるの。国語は、はい、67点です。
67点。最悪、ほんとね。最後の20点分が終わんなかったんだよ。数字はそこはお見せできないのかな。あの、なんか、2人先生がいて、その先生たちの合計点だから、一個一個見せたらあれだと。で、平均が68。68で、1点下です。点数が67。まあ、唯一今回、平均を下回ったの。いや、平均超えは全部平均超えになってたんだけど、本当に無理でした。まあ、そういうね、リアルなあれが必要なんですよ。技術家的が今回一番やばかったなって思いましたね。まあまあ、初めてのね、休養家のテストで、いいじゃないですか。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした、テスト。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ノイズの元気のなさ。ありがとうございます。皆さんも頑張ってくださいっていうあれも。皆さんも頑張ってください。ヒマラより超えてください。パパ閉めてください。はい、ということでね、今回はヒマヒマのテストの結果を大公開してしまいました。他はね、まだちょっと戻ってきてないけど、まあそっちはね、皆さんテスト頑張りましょう。合計点は絶対計算しないでね。学校によって平均点もね、高かったりするところもあるし、低かったりするところもあると思うんですけどね。まあ、ヒマヒマの学校ではこんな感じでした。というわけで、今回はバランスよく自分では勉強できたかなって思っています。実技休暇を全然勉強できなかったので、まあ、それもね、今度もっとちゃんとやりたいなって思っています。では次回のヒマヒマチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。パパの、ちなみにパパの一番低かった点数は2点です。え、4点だわ。